チルソンサイダープリーズ。じゃあいただきます。ですね、準備できたので今からまず運動してちょっと目を覚ましたいと思います。じゃあ行ってきます。ここ初めて使ったんですけど、ずっと使ってなくて、めちゃくちゃ天井高いし、ちょっと今マジでむくみまくったんで、ほんとパンパン。一旦勉強を終えて、晩ご飯に行ってきます。이번역은동대문동대문역입니다내리실문은왼쪽입니다。今日はですね、これから、もう有名どころなので皆さん紹介しなくても知ってると思うんですけど、チンハルメタッカンマリを食べに東大門に来ました。ちょっと今日は週末の夕方なので多分すごい行列だと思うんですけど、もしかしたらチンハルメ行かないかもしれないし、ちょっと行列次第ですね。行列やばいのでこっちに行きたいと思います。ミョンドンタッカンマリ、三段。いいっすよもう。うまい。マジすごい行列だわ、チアルメ。さすが。
った。うまい。ケリー飲みます。ケリーめっちゃフルーティー、多分普通に洋食に合いそう。ごちそうさまでした。美味しいご飯を食べて今から家に戻りたいと思います。ちょっと帰って勉強の続きをしないと。でもちょっと酔っ払ったので、では今からですね、日頃学食動画ショートであったりとかを、まあ、どういう風に作成してるのか、明日あげる学食動画の編集場面をアテレコであったりとか編集してる部分をお見せします。今からじゃあ編集していきます。まず食べたもの、ちょっと音はある方がいいかな。感じで最初に編集点をどんどん打っていって、なんていうんですか、スムーズにトレイが運ばれて乗せてっていう工程になんでこんな解説してんの、やっていく作業を今してます。あれ、私朝食のやつあげたっけ。あげてないのか、忘れたの。じゃあちょっとこんな感じで編集していきます。はい、じゃあ文字入れ完了したので今からアテレコしていきます。あよし、ドアリヒの学食員韓国スープザラバスレーヘン。とある日の学食員韓国スープザル忘れる編。とある日の学食員韓国スープザル忘れる編。とある日の学食員韓国スープザル忘れる編。ちょっとそぎながらよそった黒米キムチ、リクエストありがとう。キムチ、もやしのナムル、みんな大好き、トトリムク、春雨ののり巻き揚げ、キムマリ、春雨ののり巻き揚げ、キムマリ、プルコギ、スープ皿忘れたから一旦撤退、皿持ってきた、おでんスープ、この子を持って、はい、合体チルソンサイダープリーズ、じゃあいただきます。
はい、以上で出来上がりました一瞬のアテレコだったんですけど、見てくださってありがとうございます。では今日はこれから試験に向けて勉強したいと思います。まあそんな休みの日の一日でした。ありがとうございます。